フォトグラファーミラクールです。今回展示参加させてもらいまして、今回は新作の、シティフォースというタイトルの、モノクロの作品に赤を自分で手書きしている作品になります。作品のテーマは、テーマは趣旨趣旨自分で、まあでも僕はこれぐらいでいいんですか、喋ります、挨拶ぐらい。これは何で手書きで書いたんですか。いや、プリントしても綺麗な赤が出なかったんで手書きにしました。なんで赤を出したの。まあ何か一色ワンポイントつけたいなと思って、まあ渋谷のそのパワーだったりとか、あれだ、そうですね、まあその渋谷の何かこう、あ、渋谷というかその街の何か象徴する、そのなんだろうな、力とか、まあ、エネルギーをまず赤で象徴してみたっていう感じですね。でも僕、ミラクルさんの作品昔から見てるんですけど、はい、カラスがあったりいろんなあの表現方法があると思うんですけど、また違った表現方法を僕また拝見させてもらって、まあ、僕一番このテイスト好きなんですけど、はい、なんでこの表現についてたどり着いたんですか。そうですね、今までやっぱ結構カラフルなやつとか、うん、まあ、カラスはモノクロだったんですけど、まあ、いろんなのやって、いろんな作品やってきたんですが、まあ、今回、ちょうどこれ去年の年末ぐらいに思いついて、このシリーズを今までずっと30年くらい渋谷にいて、まあ、それをなんか作品にしたいなってずっと思ってたのが、このなんかモノクロにこの赤をちょっと足しただけですごくなんかインパクトある作品になったんで、まあ、これをどんどん作っていこうと思って、結構年末年始からずっと作ってきてました。で、まあ、今この小さいサイズの作品と、まあ、今回まだサンプルなんですけど、ちょっと大きなのも作って、これをまた渋谷の街中で、ストリートに置いて、あの作品を撮影するっていうのをまた今後やっていきたいなと思ったりしてます。で、あとは渋谷の、そうですね、ギャラリーだったりとか渋谷も中心にちょっと展示をやっていきたいなと思ってます。渋谷を選んだ理由は、まあ、一番渋谷が自分の、そうですね、10代からずっといた場所だったんで、まあ、一番身近な街だったで、本当にどん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 変化していって、これもこの景色も全部もう何て言うんですかね、まあ、同じような瞬間はあるけど、まあ、やっぱそうですね、まあ、二度と見れないというか、落書きも次の日にはまたその上に落書きされてたりとか、今回そういうところがすごい渋谷らしいなと思って、そんな瞬間も起こったりしますね。はい、なんかパッと見渋谷って人がすごいたくさんいて、なんか雑踏な雰囲気があるんですけど、人が写ってる写真が写っててもなんか透明ちょっとみたいなのが多いんですけど、それは何でですか。そうですね、この作品に関してはなんというか、確かにちょっと人が意外と少なくて、結構駅前を撮ったシリーズとかもあったりするんですけど、まあ、それはちょっと今また別のシリーズでちょっと見せていこうかなと思っているので、まあ、今回これに関してはその街のデザインというか、まあ、切り取ったものっていうのを、ね、とりあえず構成してみたって感じです。撮影はいつからですか。撮影は10年ぐらい前からなんだろう、モノクロのシリーズで渋谷を取り出して、で、そうですね、一応このモノクロがヘビーコントラストっていうタイトルで自分もずっとやってたシリーズだったんですけど、それに、まあ、渋谷を撮るならこのさらにコントラストが強い
もので撮っていきたいなと思って始めたものに今回赤を出してみたという感じです。あれちなみにあれはどこですか？これは、このダクトっていう作品なんですけど、これは、道玄坂が上がったとこに、ホテルがあって、それが潰れた時に現れたビルのダクトだったんですよ。だからそれまで見たことがなくて、それが、まあ、ビルが解体された時に現れてきた姿で、ね、渋谷ってもうビルとビルがくっついて、基本くっついてから、そしたら外観とかね、気にしないで、むき出し作って、こうやってなくなった時に出てくる、ね、うん、そうそういうなんか新しい景色がまた見えちゃってきたりとか、まあもちろん新しいビルも建ったりとか、なんかいろんな、やっぱりその、壊してまた作って、どのビルも高くなってたりとか、なんかそういう中に現れてくるシーンっていうか、そういうのが面白い。ちなみに、色は自分で描いて、ここがいいかなと思ってきてるんですか、それとも、なんかこう、最初から、で撮ったのを物に変換しているような気がするんですけど、あ、いや、これも全部撮った時にこうなってます。あ、フィルムで撮ってます。いや、フィルムじゃないんですけど、あのデジカメで。デジカメでモノクロの設定にして撮ってます。そうっすね。で、じゃあここに色をつけたいなと思って、はい、後からつけてる。そうですね、大体。見た時には印象で。結構、まあ、実はもう二分が50枚ぐらいあって、1回、まあ、まあ、簡易的な振りとして、それに書いてみて、バチッとはまるのと、はまんないのがあるんですけど、もうこれ、ここしかねえだろうっていうのがあったときに、まあ、作品をどんどん大きくしていくと、っていうやり方ですね。一応今、20点、30点ぐらい出せるのは、まあ、予備で20点ぐらい。これは何ボールですかね、これね。はい。に UV です。はい。UV インクで見出しますけど、なんかそれにはなんかこう、まあ大きいサイズ作るのも、まあまだちょっとサンプル段階なんですけど、まあ大きいのを作りたいなと思って、いろいろ考えてたときに、まあ、たまたまちょっと、段ボール、この段ボール屋さんと知り合って、もうちょっと作品を一回試しにこの大きさで作ってみようと思って、プリントしたら案外良かった。なんかこの渋谷の街の感じの、と、この作品の雰囲気と、この段ボールが合ってるかもしれないね。そうですね。楽に出るよね。そうなんですよ。そうなんですよ。段ボールじゃなくて、ひょっとしたらあれよりも、なんか、こういう感じ。ダクトみたいな、ね、ダクトみたいな、本当にダクトと同じような世界で、そうそう、意外とそういうのもある、そうですね、何かあるの、いや、昔で言うとソラリゼーションっぽいじゃないですか、はい、山台、そうそうそう、まあ僕の時代すごい若いソラリが流行って、まあこういう映像なんか懐かしくもあり、なんか新鮮でもありみたいな感じで、はい、で、まあ、絵というよりも絵画的な要素がなんかだんだん強くなってるなと思って、はい、僕は好きなんですけどね、はい、でさっき言った手書きって僕知らなかったんで、聞いて、あ、書きなんだと思って、はい、この赤って力なんですか、水彩なんて、インクですね、あ、はい、なるほどね、結構いろんなの試した結果、この赤に一応きついて、アクリルとかなんかいろいろあるけど、まああんまり言いたくないんですけど、マッキーです。マッキー、言っちゃいましたね。でもいいんじゃない？テーマになってるね。しかし、まあこれがね、高級な油絵と違うじゃないですか。でもさっき池谷さんが人が案外映ってないねっていうのは、僕それ逆に面白くて、渋谷って言うと人ってイメージって僕の中でなくて、僕渋谷が逆に一番嫌いな街なんで、人が多すぎちゃって。でもこれ見ると案外今渋谷って一番変化が激しい街じゃない、そうですね、
1個終わったらまた次、うん、で今恵比寿のあそこ大巨大工事が全部なくなっちゃって、はいはいはい、でまたどう変化するかと思うんですけど、うん、古いとこは古いとこでまたそれを取っていったら面白いかなと思うんですよね、うん、まあ、新しいとこと古いとこ一緒の混在してるとこが渋谷の方にある意味魅力になってるのかなと感じるんですけどね、はい、でも、まあ、メロブさんいろいろ富士山だったりとかカラスだったりとか、あのミラクルのあのああいう仕掛け見てるけど、個人的には僕は一番マグロ好きですね。今後の展開とかあれば、そうですね、今後は、まあ、その渋谷の今後は今渋谷でこの大きな作品を、まあ、作って、まあ、小さいのを今販売しているので、それを売って大きいのを作って、渋谷の街でまたストリートでこの作品たちを撮影するっていうプロジェクトを進めてて、なのでそうですね、興味がある人はぜひ小さいの飾ってもらえたら嬉しいなと思ってます。うん、クラウドファンディングもやってみたいと思ってますし、あとは、そうですね、まあ、展示も渋谷でできる場所を今いろいろ交渉して、探してます。どっか、展示できる場所があったら、連絡ください。、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これをやっぱりこう落書き取って、はいはい、それをコントラスト上げてこういう感じ。いや、もう取った時にこうなってるんです。ああ、そういうコントラストで撮ってる。はい。そうだから大悟さんの新宿に、うん、まあ新宿はコントラストだったら、渋谷もコントラストだった。大悟さんはね、ですね、ああ、現実を温度高くして、まあこれ目が何映ったら、それをものすごい焼き込んでやる。あ、動かしたの？